でなおかつこの郭俊霖だとインサイドズバッとくる球多いなというね、うん、そうですね、そんな印象を残しているかもしれません。セカンド浅村、一塁はどうだ、セーフだ、ランナーは三塁回っている、ホームへ帰ってくるが、これはタッチアウトです。スリーアウトになりました。5回の表、ランナーやはり背負いましたが0点になんとか切り抜けた郭俊霖、4対3、ライオンズが1点リードです。